そして刺す位置は真ん中。ではいきます、変身。おお、セイバーの専用性やっと来た。ダストチャンネル。ダストチャンネルのダストです。本日紹介するのはこれだ。じゃん、仮面ライダーセイバー開くなるデラックスストームイーグルワンダーライドブックだ。イエーイ。こちらは仮面ライダーセイバーに登場するフォームチェンジに使うワンダーライドブックです。では早速レビューしていきましょう。まずは箱から見ていきます。箱の正面はこんな感じ。これがストームイーグルワンダーライドブックですね。これ先週の放送で敵から奪い取っていたワンダーライドブックです。そしてこの姿、仮面ライダーセイバードラゴンイーグルに変身ということで、これ予告にチラッと出てましたよね。これセイバーがこのように変身するんでしょうね。そして横側、反対側の横側、上、下、そして後ろ側です。今回のワンダーライドブックもいつもと同じような遊び方でソードライバーと連動させることでいろいろな音声を聞くことができます。では中出してみましょう。ほっこりゃ、いや、はい、中出してみました。ではアップで見てみましょう。正面のアップはこんな感じ。ここには英語でストームイーグルと書いてますね。ここには翼を開いている鷹がデザインされています。一周ぐるっと見ていくとこんな感じで、成型色は赤ですね。そしてソードライバーに刺す位置は今回は真ん中になっています。ページを開くとよっ、こんなデザイン。これは翼を広げた鷹ですねなんかすごい言い方がたどたどしかったけど、翼を広げた鷹を正面から見ているデザインですね。では音声聞いてみましょう。ストームイーグル。ページを開いた音声は、おお、この大鷲が現れた時猛烈な、竜巻が現れるとされているみたいな、そんな感じの音声でしたね。さあではソードライバーとの連動音声を聞いてみましょう。まずは変身。そして刺す位置は真ん中。ではいきます、変身。おお、かっこいい。 LED 発光は赤ですね。音声は烈火抜刀ストームイーグル烈火一殺、巨大なワシと火炎剣烈火が交わるとき真紅の剣が竜巻を起こす。でソードライバーと連動した時の絵柄はこんな絵柄になっています。これもセイバーの姿だね。ここが十字になってるので、まあ十字というか X なのかな、 X っぽいこうバッテになってるので、まあ、セイバーの姿に似てますね。で、左腕は、どうだろう、なんだこれ。こんな感じになってるのかな、こんな姿になっています。では、必殺技を聞いていきましょう。まずは、ライダーキック。ライダーキック。続いてページを開いた必殺技。リード必殺技。3回いきましょう。では続いてブレイブドラゴンワンダーライドブックと組み合わせて仮面ライダーセイバードラゴンイーグルに変身してみましょう。ではまずはブレイブドラゴンをセットして、続いてストームイーグルをセット。ではいきます、変身。
おお、セイバーの専用性やっと来た。音声はなんて言ってたかっていうと、烈火抜刀竜巻ドラゴンイーグル烈火2冊、荒ぶる空の翼竜が極炎をまとい、あらゆるものを焼き尽くす。いや、やっと来たね。じゃあ絵柄見ていきましょう。絵柄はね、こんな感じになってますね。もうまんまセイバーの姿に見えるけど、どうなんだろう。あ、もうセイバーの姿だね。ほら、これ見比べてみると、こんな感じになっています。いやー、音声かっこいいね。ではこのまま必殺技もいってみましょう。では代表してライダーキック。ではもう一冊セットして音声聞いてみましょう。セットするのはピーターファンタジスタ。では行ってみましょう。よいしょ。では行きます。変身。開いたデザインをアップで見るとまたこれもすごい。真ん中がイーグルで、右腕はドラゴン、そして左腕はフック船長のフックがついたピーターファンタジスタの腕になっています。こういうのも劇中で出てくればいいよね。では必殺技も行ってみましょう。では代表して剣を抜刀しての必殺技。ということで本日はデラックスストームイーグルワンダーライドブックを紹介しました。やっとセイバーの専用音声が来ましたね。いや、待ちに待ってました。しかも音声がかっこいいし、このルックスもすごいかっこいいよね。これね、先週のテレビ放映で敵から奪い取って、そのワンダーライドブックが赤だったから、もしかしたらまあセイバー使うんだろうなぁとは思ってたけど、いやね、やっぱり嬉しいね。劇中活躍を早く見てみたい。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画面白いと思っていただいた方は、チャンネル登録と高評価、そしてコメントもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダストリシャー、バイバーイ。あ、そうそう。同時発売された、これもレビューしてますので、ぜひこちらもご覧ください。